起きなさい。早く起きないと会社に遅れるわよ。今日会社休む。何甘えたこと言ってんの。あんたサラリーマンでしょ。俺はサラリーマンしんのすけだぞ。おう野原くん。や部長。今日は遅刻じゃないんだね。えらいえらい、子供扱いは困りますな。俺はこれでも社会人ですぞ。おおすまんすまん。つい、あら野原係長、今日は遅刻じゃないんですね。えらいえらい。もっと褒めて。えらいですね。いい子いい子。あや、あ先輩おはようございます。どうした川口、朝っぱらから冴えない顔してまた女に振られたか。そんなことないっす。これが普通ですよ。はいどうぞ。あ、サンキュー。はい、係長にはココア、うんと甘くしときました。俺もたまにはコーヒーが飲みたいぞ。ダメですよ、夜眠れなくなっちゃいますよ。眠れなくてもいい、君がいてくれれば。やだ係長、意味わかって言ってるんですか。おい由美くん、いつものあれ。はい、ふぅ、ふぅ、ふぅ。由美ちゃん、何もそこまで。仕方ないでしょ、係長はまだ小さいんだから。やけどしたらどうするの。羨ましいか川口。めちゃ羨ましいっす。はい、それではこれから野原と一緒に伺わせていただきます。これは何と読むのかね由美くん。失礼いたします。お見積もり額です。おお、で意味は。係長。なんだ平野川口。テレ朝食品の太田部長とアポ取れました。アポって言うとあれか、ジャイアントババアポ。先輩、5歳のくせに親父ギャグやめてくださいよ。アポイントメント会う約束ですよ。だったら最初からそう言えばいいじゃない。係長まだ5歳なんだから英語わかるわけないでしょ。そうだそうだ、俺の知ってる英語はこれだけだぞ。 I love you。 いや5歳児のくせにセクハラすんなよ。野原係長、お出かけですか。知らない人に声かけられてもついてっちゃダメですよ。先輩はいいっすね、小さいからみんなが優しくしてくれて。おい川口、そんなこと言ってるからお前はいつまでも平なんだぞ。はい。それから、は、3時までに戻れるか。大丈夫だと思いますが、会議か何か。バカボー、3時といえばお通夜に決まっとるだろうか。先輩、ちょっと静かにしててくださいよ。どうもお待たせしました。いや、とんでもない。おい係長。部長さんです。おお、奇遇ですな。うちの会社にも部長がいるんですよ、親戚か何かで。奇遇でも何でもないです。その点には十分注意しておりますので問題はないかと。なるほど、よくわかりました。部内で検討させてもらいます。退屈だったかな。ちょっと係長、失礼ですよ、よその会社で。お昼寝は社に帰ってしましょう。いいじゃないですか、まだ小さいんだし。どうもすいません。きっと係長さんはあなたのことを信頼しているんでしょう。大変だ、お通夜の時間、急いで会社に戻らなきゃ。大丈夫です係長、本当はまだ2時前ですから。おお、俺の時計ちょっと進んでたみたい。3時までには必ず社へ戻ります。僕を信じてください。おお、川口も頼もしくなったな。いや、それほどでも。こら、それは俺のセリフだろ。わあ、外回りの後の 100% ジュースは答えらんないね。係長、それ私が焼いたクッキーなんですけど、よかったらどうぞ。おお、私のも食べてください。あ、私のも食べてください。先輩モテるな。男にもモテるらしいぜ。いいな。君たち、今は休み時間じゃないぞ。はい。野原くん、キャンディーだよ。今日も一日よく働いたぞ。先輩、もう帰るんすか。だって5時だよ。サラリーマンは会社が終わってからが楽しいんじゃないですか。おお、じゃあ久しぶりに行くか川口。お供します。先輩、おーい。川口どうだ、楽しいか。
先輩、僕たち社会人なんですから、他にもっと楽しいところあるんじゃないですか。ここでいい？そうそう、これっすよ、社会人の楽しいところ。あら、野原ちゃん、いらっしゃい。よっ、ママ、行ってらっしゃい。出発を進行。キュウリのぬか漬け。こちらは会社の方？はい、川口って言います。この前のボトルまだあるわよ、出す？はい。この前っていつっすか？誰と来たんすか？ユミちゃんっすか？野原ちゃんはストレートね。はい。そちらは？ああ、自分は水割りで。やっぱ牛乳は成分無調整に限るな。どうだ川口？水っぽいっす。水割りなんかにするからだぞ。男だったらストレートでドーンと行け、ドーンと。そうっすね。そうっす？なんでそういうこと言うの、神田うんの。うわっよっ、野原ちゃん、いきなり親父ギャグ爆発。どうした川口、元気ないな。また女に振られたか？なんでそんなにしょっちゅう女に振られてなきゃなんないんすか。違うの？野原ちゃん失礼よ、優しそうないい男じゃない。こっちだ、川口っす。ママ、外見に騙されちゃダメだぞ、こいつはケダモノなんだから。あら素敵、ケダモノなの、こちら川口っす。そうよ、怠け者なのよ。先輩！そのうちなんとかなるだろう。おい、ミサ、おかえり。しんのすけ、今何時だと思ってんの。まったく、牛乳の匂いプンプンさせちゃって。良い子はとっくに寝てる時間よ。だってほら、サラリーマンだし、いろいろと付き合いが。サラ